皆様こんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送でございます。それでは本日のゲスト様お呼び込み座っていただいておりますのでご紹介させてあげます。一般社団法人日本扇動士協会代表理事の方は今日お見えじゃないみたいなね。理事の小堀紗友子さんです。よろしくお願いします。で今日師匠来てないんですけど ね本当に何でさ、熱いですね。代表理事の扇動士コーキー先生です。瀬戸を整えられてるでしょうか。かぶらされましたね、これね。かぶらされました。ご苦労様でした。ここに乗せられて乗せられてね、もうね。じゃあ今日のゲストと断ってたのにね、もうね。断ってたよね、すごい断ってたよね、すごい断ってた。どれでしたか。すごいですね、面白い入り方ありまして、皆さんの笑いをね、笑顔はね、一番なんでね。本当ですね。というところで、先週に引き続きまして、ご出演ですが、オープニングはね、これでいきましょう。ちょっと怒鳴りますね。扇動士コーキの旗弁講座。お願いします。私のふるさとがですね、高知県はですね、四万十川のほとりのその地域をですね、旗郡っていうね、場所で、そこの地域、高知県の西の方の地域のね、言葉を旗弁と言ってね、ちょっとね、特殊なんですよ。まあでもね、京都から流れ込んだね、文化もあるので、イントネーションはね、標準語に近いんですよ。ただ言葉がちょっと違うのでですね、その話を今日ね、ちょっとご紹介。はい。はい。いきなりいきます。いきなりいきます。はい。かもうか。なんで？かもうか。かもうか。かもうか。あ、はい。はい。何かもの、かも。ってなりますよね。そうそう、言われたことありますね。何噛んでるのって言われたと思うけど、ではないですね。かもうか。なんか最後さん分かる？カモカでしょ。カモカもうなんか使い方っていうかあれはね、カモカは二連ちゃんって言いますね。カモカ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 カモンカモカモンカモ行こうぜ行こうぜではないですね。違うんや。カモカ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 、私と先生の間の会話で出てきます。よくあるよくよくあるよくあるよくある。言いたいけど言わないですね。千夏先生と幸喜先生の会話の中でカモカカモカ、そういう時あるかな。時々あるかな。電話しなさいよ。ではないですね。全然違う。はい。連絡しなさい。今なんか我慢って言いました。しっかりしてる人のとこではないので、お二人ともほらちょっとね。どういうことかしら。はい、どういう。まあまあこれ、まあさっきみたいなほら、かもかかもかって言ってる、これ何か。かぶろうか。ちょっと違うよ。違うと違うけどね。答えいきましょうか。答えはですね、はい、まあ仕方ないよっていうね。かもかかもか全然リンクしないんだけど、はい、まあしょうがないよしょうがないよしょうがないよ、そういう感じ。もうかもかかもかそれを置いといてよって、まあ紗友子さんがだからしょうがないよしょうがないよって言って、失礼な失礼なって言っといてね。次はそれで言ってくださいね。はい、通じますね。そうそう、周りが分かんないだけどね。はい、じゃあもう一個ぐらい行きますけど、もう一個ですね、くじくる。くじくる、はいはい、足をくじちゃった。あ、違いますね。明日足ではないものがくじいた。ちょっと違うかな。はい、明日9時集合ではない。それは9時来る。それは9時来る。9時じゃない。はい、9時来る。寝が、寝違えた。違いますね。普段で言うのは9時来るっていうよりもね、9時食った、9時食っちゃおう、9時食っちゃおう、9時食っちゃおうがあれね。9時食っちゃおう、9時食っちゃおうにゃー、チェケラッチョ、9時食っちゃおうにゃー、チェケラッチョにゃー。いや、わかんないです。答えをお願いします。答えはですね、すねたっていうやつですね。すねる、すねるっていうのをね、旗ではくじくっちゃう。なんかちょっと似てるね。なんかニュアンスそうね。そうです。聞いたらね、そうそうそう、くじ、なんかこうちょっと子供がすねてる時とかに、すねてる状態をくじくっちゃうなっていう表現でね、くじくるって言葉使いますね。ということで、旗弁講座でした。ありがとうございます。はい、それではいたしも入ります。CM です。どうぞ。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。
はい、皆様お帰りなさいませ。ここからはパーソナリティ小林夏ではなくエレガンスマダム最古の部屋になりますので、最古さんバトンタッチよろしくお願いします。かぶった方がいいかしら、ね、どちらでもいいよ。はい、というわけでね、もう置いときます。はい、はい、というわけで、じゃあちょっと今日はあのお写真を1枚用意させていただきましたので、どこに写るんでしょうかね、はい、師匠の頭らへん、どっかそこらへんです、ここら辺ね、はい、はい、じゃあ、はい、せーのドン。というわけでですね、今あの写ってる写真なんですけど、おうおう、これがね、あの、いっぱい人がいるね、まあ、いっぱいいますね、うん、あのこれがですね、ちょっともう今プロジェクトとしてもう本当ラストに入ってるんですけれども、和の帝王学というやつで、ちょっと大阪はね、ちょっと総選、あの6月、あ、東京もね、あの6月一旦終わったんですけども、和、陰陽六行とか先導師さんを作るのとはまた違う講座をはちょっと、ね、半年以上かけてやってたんですね。それの卒業の一コマだったんですけれども、割とね、そのここにいる方たち皆さん、じゃあすごい高い志でいきなりじゃあ占いをしたいとか、うんうん、なんかそういうものを学びたいとかっていうものでは全くなかったんですよね。あ、なるほど、うん、できっと皆さんもやっぱり先導師ね、今日もゲストで、うん、まあ、2週続けて出させていただいているんですけど、うん、はい、まあ、先導師とかまたすごいね、とっつきにくいというかやっぱ硬い、うん、そうね、うん、で占いっていう字が入ってるだけでちょっとなんか怪しいとかね、イメージ的に持たれる方も多いと思うんですよ、ね、うん、はい、でも本当はもっとそんなことではなく、あの割と身近なこと、うん、例えばよくあるじゃないですか、うん、お年頃の女の子が今日彼氏とねデートしますって言った時に、うん、じゃどうしようかって言った時に、じゃあ何か占いの、ね、サイトを見たりとかしたことあると思うんですよ。なんか今週の星占いとかもね、新聞とかも見ちゃって、ね、新聞ね、毎日あるでしょ、うん、何月生まれとかあるね、とりあえずチェックしちゃうじゃないですか、うん、しちゃうしちゃう、うん、でもね、国によってはそれこそあの台湾とかだったら、もう割とその お抱え占い師っていう方がいて、例えばそう、ね、明日彼氏とデートしに行くんですけど先生どこに行ったらいいか見てくださいとか、うん、普通に、うん、普通に国全体がそんな感じなの、文化としてあるんですって、すごい、うん、だからちょっと悩んだから私の場合も占いっていうのは、うん、そのすごく勉強してなんか身につけるとかっていうものではなく、うん、もっともっと生活に身近に取り入れるもの、ね、うんうんうん、で知ることで、うん、あのそのエッセンスを自分の生活に入れることでより良くしていけるっていうのが、うん、そういう占いの位置づけだと思うんですよ、うんうん、だからその家族でも言えないし、例えば、ね、親兄弟とかでも言えないとか、うん、あの家族以外でもなんか友達にも言えないことをこの第三者の人に聞くっていうこの視点がすごい大事だと思うんですよ。いいね、でそういった視点を持てる人を、うん、まあ、あの和の帝王学であったり、まあこうね、先生方先導師さんたちっていうのが身につけてるっていうところなんですけどね。でちょっと先生にじゃあ和の、ね、話をちょっとしていただこうか。そうですね、もう簡単に言うとですね、はい、簡単に言うと、はい、和というのは、はい、ほらこれが和ですよね、これ和、和ですね、和ね、でもね、ここが抜けてるのでこれ和になってないんですよ、なってない、まあ、かけてるみたいな形ですね、うん、そうするとね、これがへこんでる、落ち込んでる、沈んでるっていう部分でこうボコってなってるので和になってないのを、ほらここに手を差し伸べてあげて、はい、また助言することによってなるほどって元の位置に戻ると和になるというね、おそう、だから困ってる人、うんうん、へこんでる人を上げて、ほらみんな幸せだってなってる、この平和というね、ほら平らな和の状態が和っていうね、うーん、めちゃくちゃわかる、はい、だからね、私があのこの人たちにね、まあ、はい、あのみんなに言ったのは、あなたはここの人だよと、あ、ごめんなさい、これね、これ私でね、私ね、うん、これ私が遠い人なので、うんうん、私があなたに教えて、あなたがこの隣の人に教えて、この人がね、この人を気づかして ね、 そうだね、この人がこの人を育ててね、そうすると私の知らない人もほら救えるので、そうだからね、もっと身近に、本当に身近に、うん、あなたのタイプはこうした方がいいと思うよとかね、こう考えたらいいよっていうね、今いる占いがね、悪いとは言いたくはないけど、うん、あなたはこういう人です、こうだから、こうなるって言い切っちゃうんですよ、うん、そう、決定しないのが先導してる、ね、そう、うん、こうした方がいいですよとか、こうするともっと良くなるよってね、うん、変えてあげることをするっていうね、どっちかというと占いとか、まあ、コーチングとか、うん、コンサルティング的 な、ね、はい、その手法として、まあ、あの占いの戦術を使っているというイメージですね、先導師さんたちは。でもそうよね、うん、やっぱり自分 の、 その、まあ、お抱えの先導師さんとか、うん、ね、皆さん作っていただけたら、うん、もう逆に、うん、もやもやしてて もう、うん、会うだけでなんかもう何でもいいやっていうか、うん、安心したりとか、多分そういう
位置づけになってるんでしょうね、ね、その台湾とかね。そうそうそう、ね、すごいね、うん、半年間かけてお勉強したの？書きましたね、うん、1ヶ月1回とか。そうそうそう、ですね、1回1回で宿題も上げながら、ね、まあ、そうだよね、そう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 。いやでもなんかいい意味で皆さん初めましてですけど、最後になると本当にもうクラスメイトみたいな感じ、ね、クラスメイトだし、もう涙あり感動、笑いありのね。あ、いいね。先生ボロ泣きでしたもんね。ボロ泣きでしたね、うん、まあ、思いがちょっとね、和に対して思いがあるんで、うん、でもそれぐらいこうなんか大人になっていくとさ、なかなかみんな背景が違うので、ちょっとの時間一緒にいてもまああとバラバラだけど、うん、そういう定期的に集まるっていうことは、まあ本当部活動のようなね、なんかそういう見えない何か同じものを目指そうというところにいらっしゃるっていうのは、またそこ学びと違うなんか感じる大切さっていうのも、うん、和の帝王学ね、皆さん感じてらっしゃって、ご卒業、うん、1期生、はい、0期生、うんうん、なんか初めのね方たちがご卒業されていかれたんですね、うん、そう。でその流れから今度は、先導師っていうものに、まあ、ステップアップされるっていうのが、うん、まあ、これから7月末からね、にあのまたちょっと募集をスタートして、うん、あのまた講座が始まっていって、今度8ヶ月間ぐらいですねかけて、うん、あの身につけていくと。でもやっぱり本当に最初のきっかけは本当にもう簡単な、うんうんうん、まずあのやっぱコロナがあったじゃないですか、今年は、ね、あったね、うん、でやっぱり大きく自分の人生がどれからこれからどうしたらいいんだって悩む人もすごく増えたと思うんです。本当に実際にうちもあの鑑定のご依頼とか、あのそういう、ね、鑑定書を出すサービスの申し込みが増えたんですよ。それぐらいだから自分の人生について悩む人も増えたんだろうなと思うんですけど、じゃあ悩む人も増えたっていうことは、それの、まあ、本当に人生の羅針盤、私あの鑑定士さんとか占い師さんはそうであるべきだと思うんですけど、その悩める人たちの人生の羅針盤、ね、ライフコンパスとして、あのこっちの方向に進んでみるといいよとかね、それは決めつけではなく、いろんな占いとかを、ね、使って、あのこういうものが出てるから、こういうこっちの後悔だとこんな道があるよとか、こういう考え方したらこういう効果があるよっていうのをできる人が増えたら、やっぱり世の中変わっていくんじゃないかなと。うん、いやだ、そう、そうだと思う。まあすごいですね。ね、私めっちゃいい話したね。いやめっちゃいいです、うん、どうしてもね、血の月とか ね、いい話した後に自分で落とすんだよね。そう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 、ついつい自分見てるようだったもん今。もうちょいね、あの自分がいい人だっていうのが恥ずかしくてね、そうそうそう、落としてしまうっていう、ね、いや、いい人って知ってんだけどさ。そういうしなければいい人だよね。いや、ちょっと言っときたのよっていうところで、その和の帝王学は次回の募集、まあ、日程また開始とかは今現在はどうですか？そうですね、和の帝王学は一旦あの終了して、うん、はい、次にその今度はもう職業というか、うん、してもう幸喜先生のお弟子さんになる方 の、うん、あの募集をこれからスタートします。はい、じゃあそちらお問い合わせの方とかはどちらですかね？はい、ね、協会のホームページ、はい、またはあのメルマガなどで、はい、あとはまたいろんな告知も出していくんですけど、はい、見たい方は先導師協会のホームページに、はいはい、日本先導師協会のホームページをご覧ください。はい、あの今占いをやってる方、はい、本当にね、それに先導というテクニック、ね、うん、陰陽師の陰陽学をね身につけた時に、もう当てるっていうよりも作るためのね、うん、鑑定になっていくので、いや多分目から鱗っていうか、あ、そう、こういうお伝えの仕方っていうものがあるのかっていう、はい、まあ、皆さんそれをまずいろんなね戦術他のことをされてる方はまずそこを思われるんじゃないかなと、ね、はい、だからもう次世代の占いと本当に言ってるんですが、いやいや本当ですよ、本当にあの当てることが今いっぱい多い中、うん、当ててくれっていうもの多い中、うん、未来にね、こうね、より良くなるためにどうすればいいかってね、そこを、あのあれですね、当たるも発見、当たらずも発見、あ、そうそうそう、ね、今ね、占いを当たるも発見、外すも発見って言われてますけど、本当にね、所詮占いだから当たり外れあるよ、まゆつばだよって言われてますけど、当たり外れ、うんうん、本来の占いっていうのはね、いい部分をつけることを当てると言います。当てる、その当てるね、そうそう、で、うん、悪い部分を外してあげる、取り除くっていうね、うん、これが本来の占いなんで、いやいや本当ですね、だから占いでその人のいいところは占いで当ててあげる、そう、 そうですよ、でその人の良くないところとかネガティブなところは占いを持って外してあげる、まあね、そうを外してあげる、うん、だからそういう適当だよとかいう意味ではないんですよね。そう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 、すごく分かりやすく言うと本当にね、うん、まあ、占い師さんがいてね、うん、この人が会っても普通に起こる、うん、ね、うん、会おうが会わないがほら、うんうん、起こる現象を言われたとしても起こるならば、うん、この人のことによってぐわーっと未来上がってすっごい幸せになった方がいいと思うんですよ。 うんうんうん、だから縁したんだよっていうね、これを先導っていうテクニックね、本当縁だもんね、本当縁だよね、はい、すごいそれ感じますね。
そう、ね、その人の人生をいいように変えてあげるっていうね、うん、これをぜひともね、うん、変えてあげる。いやでも師匠本当説明分かりやすいわ、ペン一つでも私がペン持っててもただの本当に書くペンなんだけどさ、はい、これが人に見えてくるもんね、魔法だよね、はい、これは月だからですか。そういやいや、魔法です、で皆さんですね、今月だからですから私申しましたけれども、皆さんですね、自分のその月とか何言ってるねんっていう方がもしかしたらこの回から見られてねいらっしゃるかもしれません、うん、ご自分のその気質っていうのをご覧いただけ確認できるウェブサイトございます。陰陽六行ウェブ鑑定、陰陽六行ウェブ鑑定行っていただきますと、急いで言おうとするから真ん中のところに行きますとね無料で自分の気質知れるよっていうところがございますので、西暦から入れていただきますとご覧いただけますので、うん、ぜひご活用ください、はい、あの無料登録すると、うん、毎月毎月のバイオリズムもね無料で見ることができるので、すごいよね、はい、今日は何の日かとかね、いやいや明日は何の日かっていうね、当てるためにってね、うん、予測あの感じに当てて、あこういうケツの日なんだ、うん、じゃあ何か決めようとかってね、そう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 、目標するとね、先延ばししてたこととかね、その時に合わさったらこう力もまた強くなりますからね、はい、ぜひそういうことだと思います。そしてガラッとちょっとお話変わりまして、はい、はいはい、あ、さやこさん、あの、はいはい、あの話してよ、あの話期間限定、ほら、あ期間限定、ご縁結び、ご縁付き、ね、今ちょっと席が離れてるからね、コンコンコンっていうのが届かんでしょうね、写真もあるからちゃんと、あ写真ね、じゃあちょっと写真を見ていただきましょう。じゃあ後ろに出してください、はい、せーのどうぞ。はい、というわけで今出てるのがこれ、これコウキ先生書いたんですよね、はい、私が書いた、そう、本当に書いたんですよコウキ先生が、はい、でこれがあの何のお札とか霊符、ね、私まず霊符を30個ぐらい書けるんですが、その中でも今回ね、はい、ちょっと恋愛、しかも恋愛の中でもね、良縁符というね、うん、いい縁が結ばれるというね、特殊な、はい、を、書いて、うん、強化月間、先月から始まってます、はい、6月9日から反対にして9月の6日まで、はい、ね、っていうことですよね。そうそう、なぜかというとですね、はい、6月9日ってね、うん、形がね、そうですね、6月9日って書いてる、これ陰陽って見えるんですよ、うん、そうそう、これ陰陽マークにね、はい、実際に、ね、陰陽の日って言われてますこの日はね、陰陽の日、そしてね、実際の陰陽の日っていうのは実はね9月6日なんですよ。陰陽、大きい数字が陰で小さい数字が陽なので、だから9月6日が本来の陰陽の日だけど、形がこっちが陰陽に見えるので、そうです、近いもんね、あの対極図ね、そうそう、対極図の陰陽だから陰陽の日って言われてます。でちょうどね6月がジューンブライドってね、そう西洋の方が言われてまして、でこの間をね、3ヶ月でしょ、はい、約100日ありますよね、はい、千日修行って聞いたことありません？聞いたことあります、あるでしょ、あれ3年のことなんですよ、うん、石の上にも3年っていうのをね、千日修行で、はい、なんかね、就職したりとか、うん、なんか始めると3年間はやめちゃダメだよと、ね、まず3年頑張る、身につかないので、一人前、一通りできるようになってその後にやめるかどうか決める、うん、まあ、要は3年間、千日間は修行しましょうよのリトル版、3ヶ月、うん、3ヶ月を100日修行というね、こういうショートカット版の言葉があるんですね。なるほど。つまり、この間、この間をね、この間をですね、恋愛の強化月間という形でね、来た来た来た、だから良縁符を買っていただいた方にですね、はい、私の五円玉、たかが五円玉っていうのもおかしいけど、あのね、なぜ私のっていうかというとね、全国一緒にね持ち歩いてる五円玉なんですよ。これ本当に本当にすごいよ、全国、私いろんな神社に行って必ず、うん、願掛けっていうかね、うんうん、神社の思いを、伝えながら、そうそう、しかも、うん、隣の拙者まで行ってね、うん、いろんな拙者まで行って、そこを持ち歩いてる五円玉をプレゼントというね、いやすごいすごいよ、そう、あの五円玉はよくほら、五円っていう意味の五円結びっていう、しかもね、赤い糸も結んでやってるので、すごいね、手間暇かけてます、糸をわざわざ結んでシールで貼って、もう大丈夫、はい、指大丈夫できますか、この大きな小指で打ったほうが大変だったね、すいません、こんなこと言ってる場合じゃないですけど、はい、つまりでも、はい、赤い糸の結ばれた五円玉をプレゼントするってことは何かというと、もうね、限定でしょ、そう、数量も限定なんですか、それって数量は、まあ、私本当に結構ね、あ、ご縁次第ね、ご縁をね、いっぱい持ってまして、本当にいっぱい持ってるので、
言えないぐらい持ってます。言えないぐらい持ってましたっけ。すごい続いて、あの首から下げ て, てこういう、うん、なんか入れ物の袋がいっぱいすぎて、もう一個の袋もいっぱい入ってます。あ、すごいね。はい、でもそれ財布の中にいつもね、9枚ぐらい、10枚近くね。へー、はい、5円とかこう使っちゃうよね、早くね。うんうん、でしょ、わざわざ使わないですもん、貯めてますもんね。なくなると両替してくださいって5円玉を両替して、うん、はい、5円、5円そう、手数料のが高くつくみたいなね5円なのでね、はい、ちょっと損してるなと思いながらも、でもね、いやいや、でもね、わざわざ5円じゃないと意味がないんで、ね、いやいや、そうですよね、はい、すごいですね。なのでそちらの詳細の方は、うん、一般社団法人、はい、日本船主協会のホームページの方ですね、ご覧いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、だいぶスムーズな話終わってますよ。あ、だってまだ言いたいの言ってないですね。いや、そうか、私もいや、ですよね、はい、なんか、はい、終わった感出てたよね、さやさん。いやいやまだまだ喋りたい。あ、まだまだ喋りたい。ほら、ちょっと早いんですけど、それじゃちょっと CM 行って、うん、ね、後半長めにしましょう、はい、それでは一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。はい、皆様お帰りなさいませっていうところでね、はい、なんかまだお話の途中でも、そうなんですよ、はい、なぜここのね、ジューンブライドを、うん、あの100日修行やってるかというと、うん、もうペグ2つ用意してますよ、はい、ペグ2つ用意してます、はい、あのね、はい、究極の陰陽って何かというと、うん、ね、当たり前ですけど男女なんですよ、男女、これこそ究極の陰陽、はい、うん、で男の方が陽で女性の方は陰ってね、陰陽っていう形なんですが、うんうん、私ね、よく言うのはね、人間はね半人前で生まれますよというね、お、半人前で、半人前、うん、はい、まあ、これみんな知ってると思います、うん、半人前で生まれてくるよ、はい、なぜかというと、もう一人の半人前と出会うために半人前でっていうね、もう分かりますよね、これね、なるほど、そうだから半人前でね、うん、でなぜお前こんなこともできないんだとかね、うん、あんたこそなんでこんなことも知らないのとかね、うん、はい、お互い言うでしょ、うんうん、自分の長所をですね、うん、相手の短所を補うためにあるし、うん、自分の短所を気づかせてくるために相手が長所であるので、はい、うん、だからね、ほら男と女はいるらしいです。そう、男のできないところを女性ができて、ね、女性のできないところを男ができるので、そうだね、そうだからね、出会うようになるらしいです。うーん、すごい分かりやすく言うとね、うん、男という生き方はね、うん、あの男女差別じゃないですよ、うん、男女の区別の話ね、区別ですよ、はい、区別ね、区別、男という生き方はあの、ね、方角が違うらしいです、女性とは。もう道を切り開きとかね、お、やっぱ力という字がついてる、力という字がついてるね、こう見えないでしょ、力という字がついてるので、うん、はい、オラーって力、そう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 、だから男の方角と女性はその逆の力ですね、優しさとか思いやりとか気配りという ね、そういった方角なので、うん、男がこっちならば女性が真逆らしいです、方角が、うんうんうん、かる、だからね、うん、出会うって知ってます、あ、これ回って出会うの、まあ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 、男がこっち向かう、ほら、男がこっち向かう、女性はこっち向かう、だからね、ほら、出会うっていうね。そうですね、うん、そうそうそう、わかります。わかるでしょ、わかるでしょ。ブルッと一緒だったけど、一緒、一緒がすごい。今ふざけちゃった。うん、まあ一周でもいいよ、一周出会ったら一周でもいいよ、一周でもいいよ、出会うからこそですね、そう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 、ここで一緒になって夫婦になるとまたほらお互いがいがみ合うじゃないけど、ぶつかるんだけど、最後にはこれがね、糸がね、ほらこう結べて結べて、これ紡ぐってやつね、紡ぐ、みんなね、縁結びを意識してるんですよ、縁結び、縁結びね、初めのね、そうそう、でも大事なのは縁紡ぎなんですよ、縁紡ぎ、縁を紡いで紡いで紡いで紡ぐと切れないね、例えばね、一号一会、二号二会、三号三会、四号四会、五号五会でご縁って言うんですよ。紡がれた時に不思議ですよ。引っ張ると余計絡まってね、離れなくなるんですよ。この紡ぐという部分を、このね、強化月間でどん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 言っていこうというね。でもそうだよね。そう。
で、ひと夏の恋って言うでしょ、うん、特にほら、うん、7月なんか、うん、8、8、8、ひと夏の恋、うん、ひと夏の恋が縁結び、うん、その後に、うん、一生の付き合いってなるように、うんうん、なるほどね。ひと夏の恋から一生の付き合いになるようにっていうのの強化結果なので、私もあのインスタとかやってますし、今ねインスタでアップしたり、あの YouTube でもアップしてるので、もうね恋愛のばっかりね出してます。はい、というところで YouTube ですね、 YouTube のこちらになりますけども、はい、 In You チャンネル、はい、すべてここにね、あの協会の方もすべて載ってますのでお願いします。あ、インスタのアカウント名前何でしたっけ？インスタもなんかホームページ載ってますか？はい、載ってないと思う。見つけてください。あの先導詞コウっているかな。ですね、それでは皆様、はい、検索バーに先導詞コウキと入れていただきますと、毎日22時22分でしたっけ？はい。はい、今日の言葉。うん、はい、あ、それはね、アメブロで出してますね。アメブロ。インスタでね、はい、アメブロで。で、そこに行っていただいたらインスタを貼っといてください。これから。あ、わかりました。そうするんです。そこに行っていただいたらインスタに飛べるようにリンクを貼りますので。はい。ぜひインスタもフェイスブックも全て貼りますので、いきなり生中継とかやっててね、うん、はい、なので、うん、なんかね、フォローしてていただけたら、まあ、何かお言葉だったり、あ、でもなんかタイミングあったからね、ライブ配信見ようとか、うん、そういうのも、あ、それも何かのご縁だからね、うん、きっとつながっていけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、あと1分10秒少々なんですが、はい、コウキ先生、ぜひ皆様にお言葉ございましたか？はい、私が今力入れてるのはですね、引用チャンネルっていうね、番組やってまして、インターナショナル YouTube、頭文字取って引用チャンネルっていうね、日本語どころか今英語も入れてね、字幕がこうね、私が喋ったことが英語になってもねありまして、で漢字を紐解き、漢字を解き紐解きやってるんですが、すごい分かりやすい、短いからね、そうそうそう、うんうん、で私が言いたいのはね、もしね、自分の名前だけだったらいいんですけど、うん、あ、この名前あの人についてる、うんうん、あの人に紹介してあげたいって言ってね、その人がね、うん、自分の名前嫌いっていう人いるんですよ。あ、いるでしょ、いるでしょ、もったいない、一番大好き、この名前が最高と思ってほしいので、うんうん、だからですね、うん、漢字の紐解きあったらね、うん、あのシェアお願いします、教えてあげてくださいませ、本当に、ね、本当に、そうだよね、じゃあそのうち早く千と夏を、はい、そう、千と夏ね、夏ね、はい、千と夏、オーダー出してきました、来年かもしれない、わかんないけどっていうところになりますので、はい、いろんな詳細はですね、またこちらの方にお問い合わせの方お願いいたします。はい、先週と今週2週連続で一般社団法人日本先導士協会代表理事、先導士コウキ先生と理事サイコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。